森岡市中央通り2丁目付近岩手県道2号、森岡停車場線は、森岡停車場から森岡市中央通り3丁目に至る岩手県の県道である。森岡駅前から森岡市中央通り3丁目の岩手県道1号、森岡横手線交点に至る。月度7時半9時までと17時から18時半までは、 海運京都五サロ森岡市役所前定時路間の東行き車線でバスレーン規制を実施している。さらに中央通り二丁目交差点ではバスレーン実施時間帯に森岡駅市役所方向へ右折する場合のみ路線バスタクシーに限り歩道より車線からも右折できる。なお、海運京都五サロは再園通りから当線への右折が終日禁止されている。 さらに桜城小学校前後サロは、西園方面から朝日橋方面への車両横断が終日禁止されている。ABCD、路線の奇襲点と道路現況、岩手県県土整備部、2020年4月16日閲覧。岩手県の道路の略年表、岩手県県土整備部、P1、2019年5月11日閲覧。 昭和29年建設省国示第16号昭和29年岩手県国時第649号 S 道路法第56条の規定に基づく主要な都道府県道及び指導平成5年5月11日建設省国時第1270号建設省ありがとうございます